横尾忠則のりの Y 字路の原点と言われる、西脇市椿坂の Y 字路、安屋航路 N 市マイナス13サジは、3本の道路が集まる交差点である。三差路とも書く。横尾忠則のりが描いた西脇市の Y 字路、安屋航路 N 市23サジのうち、低の字のような形で道路が集まるものを、低字路、Y の字のような形で道路が集まるものを、Y 字路と呼ぶ。日本の道路交通法では、 第2条第1項第5号で、交差点を、十字路、定字路その他2以上の道路が交わる場合における、当該2以上の道路の交わる部分を言う、と定義しており、定字路という子は用いられているが、三左字という子は用いられていない。沖縄県や鹿児島県等では、魔物は直進しかできないため、三左字では突き当たりにぶつかってその先の家に入って、来ると信じられた。このため、 三冊寺の突き当たりには魔物よけのために、石、イサム島と呼ばれる石板が置かれる。画家の横尾忠則は、故郷である兵庫県西脇市の複雑な地形に起因する数多い、特徴的な三冊寺にインスピレーションを監督し、西脇の多くの三冊寺のほか、東京など、故郷以外の三冊寺も多く描いた。A.B. 日本漫画書紀行。ありがとうございます。